えー、はい、おはようございます。えっ、ー、と、リスプ話なんですけども、もしよかったらお付き合いください。この間ね、えっ、ー、と、ちょこっと話したんですけども、あの、随分前に書いて、10年以上前に書いた、私が初めて書いた、あの、リスプインタープリターなんですけど、モノリスってやつね、1300行ぐらいのちっこいやつなんですよ。えー、で、見つけて、あの懐かしいと思いながら動かして、まあ、せっかくだからと思って、メディウムに書いて、 えー、レディット英語版に、リスプ英語版に投稿したら、えー、思いのほかあの興味持ってもらったみたいで、30アップボートになってました。コメントも頂戴してあのコメントのね、そのソースコードのコメント、これ、あの日本の読者のために作ったものだったもんで、日本語で書いてあるんですけども、英語の方がいいんじゃないみたいなアドバイスもいただいて、あ,あそっかなと思ってるところですが、えー、それでその、えーっと、リスプなんですけどもね、あの、 私は何て言うかなこう単に使いこなすだけじゃなくてソースコードを書くだけじゃなくてこれどうしてここで動くのっていうところがすごく興味があったんですね。うまいことインタープリッターを動作するんだけども中身で一体どうやってそう,いうまいことやってんだろうなって興味があってで小さい時はそうなんですよね。ラジオを なんんででこれをくんだよ分解してみていらこれいらないからあげるわってあの大人から言われてあじゃあ分解してあこんな風にこんな部品が付いてるのかとかね、えー、バ,バリコンってこんな仕組みになってんのかだとかねよ,よくわかんないけどへえんとか思いながら分解してたりなんかして、えー、たんですよでなんか自分なりにこう考案してなんか面白い、えー、遊び道具が作れないかなみたいなのにポッとするのが好きな <laughs> 小学生の <laughs> と思うんでです、ね、中学ぐらいまでそんな感じだったんですけれどもあのだからリスプもそうなんですねど,どうなってんだこの仕組みはみたいなところに興味があってあこれ俺遺伝なんだな父親もなんか言ってたよいや生前ねあの彼も小学生の時に家にあった柱時計を分解して 分解ししててももう1回組み立て直すつもりだだったらしいんだけどそれができなくて手に負えなくて近くの時計屋に持ち込んだとかっつったから似たようなことやってんだな親子してなみたいなことなんですけれども、えー、やっぱ中身がどうなってんだっていうのはすごく興味津々でしたね。であのもうでかいあれですよコモンリスプの,あのやつになってくるともうでかすぎて何やってるか わけわかんないと思うんですけれども1300行ならばねああそうかリスプってそういうことやってんだねとかね分かって面白いんじゃないかなと思うんですよであのガベージコレクションですは面白いと思うのはえっ、ー、とまあ今のあのモダンなあの言語はですねルビーにしろ何にしろあのガベージコレクターがもう最初からついてるんでえっ、ー、と そ,のそういうので実装する分にはあんまりガベージコレクションについて深く知る必要はないんですけどリスプを自分で作ろうとなるとガベージコレクションが必須なんですよねこれがね最高に面白い <laughs> 最高に面白い相当苦しめられたんだけどもあのだからこう理解が深まっていってね いいいと思いますよ。でマークスイープでそうそうあの竹内幸夫先生のね初めての人のたのリスクに書いてあったのをその考え方通りでやって動いた時にはすごく感動したんですけれどももっといい方法はない、まあ、コピーング GC だとか世代別だとかってあるんですけれどもあの、まあ、一晩じゃつまんないか自分で考案できないのかって考えたくなるわけですね私みたいではね。 でまあだいたい自分で考えたやつなんてどっかであの抜け穴があってうまくいかないんだけれどもそれでもなんかなんかないのかみたいな感じでね考えるのはねすごく楽しいと思います、えー、こういう人です、ね、<laughs> はい、おいじゃあお仕事入りますじゃあ